今日はお家で映画を見ようと思うので、ポップコーンをアレンジして食べていきたいと思います。早速ポップコーンを火にかけていこうと思います。ここのフィルムは剥がさず、ここの開け口のシールを剥がす。よいしょ。で、小さい穴が開いてますね。HH コンロ点火。よし。弱火で熱していきます。ポップコーンを加熱している間は踊りましょう。そう、こんな感じに。くねくねな私を凝視して精神に異常をきたすのもお忘れなく。ズンチャズンチャズンチャ。弾けてる。いやー、ワクワクするね。ちょっとずつ弾けてますね。揺すって、だいぶ来てるね。膨らんできた。そろそろ火止めようかな。おお、来た来た。かわいいね。うん、もういい匂いがする。開けていきます。ちょっとここの穴からハサミを入れてあげて。熱っ。ちょっと上からもね、蒸気が出て大変お熱いのでお気をつけください。わーい、パンパンだ。よいしょ。早速ちょっと食べちゃおう。ほんじゃアレンジにバターとマシュマロを入れて。HH コンロ点火2。よし。中火でかき混ぜて溶かしていきます。溶けないよ。マシュマロ溶かしてクッキーとか入れて固めるみたいなレシピよく見るけど、実際にやったの初めてだわ。あ、溶けちゃう溶けちゃう。うん、こんなもんかな。ポップコーンを半量入れていきます。ちょっとニチャニチャしてる。器に盛って。おー、めっちゃうまい匂い。はい、マシュマロでキャラメルポップコーンの完成です。よふぃー。残りのポップコーンはね、簡単にアレンジしていきます。オリーブオイルとハーブソルト、以上です。最後に飲み物用意しておきます。ラム酒。レモン汁。こんにちは、用意もできたので映画を見ていきます。映画見る前にね、それぞれちょっと食べていこうと思います。あ、夜に映画見ながら酒、いいっすね。ほんじゃ、このオリーブオイルとハーブソルトをかけたポップコーンからいただきます。
うん、しょっぱ系のポップコーンもいいですよね。美味しい。次にこのキャラメルポップコーンもいただきます。すごい、もう全部つながっちゃってる。あー、パキパキパキ。いただきます。うん、パソコンに照らされて怖いねバターのおかげかじゅわっとしてて美味しいです。じゃあ見ていきます。はい、映画ね、見終わりました。今日はマイブロークンマリコという作品を見ました。主人公の親友マリコが自殺して、その遺骨を持って旅に出るっていう話なんですけど、その自殺したマリコはかなり凄惨な家庭環境で育った子だから、私とはね比べ物にならないけど、でもこう逃げ場のない苦しみみたいなものを味わった人じゃないとできないような表現とかがあって、なんかね、昔のこととか思い出してちょっと泣いちゃいましたねちょっちね。あとはなんか寿命で亡くなる、まあだからご高齢の方の就活が話題になってる、話題になってるというか知名度が上がってるというか、して当たり前みたいな感じになってるけど、自殺で死ぬ場合の就活のベストな形って何なんだろうなって思いますね。一家心中はせずに自分だけ自殺するお父さんとかもいると思うし、まあ、思春期とかで自殺する人もいるだろうし、社会人になってから自殺する人もね、いっぱいいると思うんですけど、自分が思ってるより、まあ、悲しんでくれる家族がいる場合もあるだろうし、悲しんでくれる友達がいる場合もあるだろうし、もう死のかなっていう時って普段よりももっと悲観的になってるから、どうせ自分が死んでも悲しんでくれる人なんかみたいな感じになっちゃうけど、でも案外なんか、なんでもっと意思表示をしてから、せめて意思表示をしてから死んでくれなかったんだろうみたいなこともあると思うから、まあね、マイブロークンマリコはまあある種ハッピーエンドというかね。まあ結局はベストなのかどうかはわかんないけど、救いもある。なんか登場人物というか、その亡くなったマリコさんの周りに、まあ、その主人公のシーちゃんもそうだし、ちょっとね、ある人物がいて、その人がまあ悪い人じゃなかったから、なんとかね、こうマリコからシーちゃんに残せるものがあったけど、まあ、死ぬぜってなったら残される人の気持ちなんて考える余裕はないと思うけど、最善の死に方って何なのかなって、寿命で死ぬにしても自殺するにしてもどうなんだろうなって思いました。まあね、天寿を全うするのがベストなんだけど、どうしても死ぬことしか救いがないみたいな人生もね、いっぱいあると思うし、まあだからね、マリコちゃんは死んだんだろうし、まあね、そういう人がね、少しでもいなくなったらいいなって思います。別にね、私の動画を楽しみに、明日、こもちちゃんの動画上がるから、死ぬの思いとどまろうとか、そんなことはないと思うけど、そこまで大きな力にはなれなくっても、なんかみんなの一日のちょっとした楽しみになるような動画を作れたらなって思ってます。この締め方でいいのかな？じゃあね、今日はここら辺で失礼します。こっちの方にね、チャンネル登録ボタン表示させてあるので、チャンネル登録お済みでない方よろしくお願いいたします。高評価コメントもお待ちしております。なんかね、おすすめの映画とかもあったらコメント欄によろしくお願いします。それじゃあまたねー。